もうとっぷり老けました。そしてここ閑静な住宅街なんであんま声張れないんです。お越しいただきました。どうぞ山さん。どうもこんばんは。いやー注意したよ、やってまいりました。今注意したよ。はい、閑静な住宅街だから。はい、閑静ですけど。だからちょっと、やはり BS 吉本さんのね、ヒデさんのやっぱ特番ということで、それはやっぱり、まあ、確かに声を張っていかないといけないじゃないですか。その通り。じゃあご挨拶お願いします。何言ってるんですか。どうも、極楽とんぼ山本圭一です。よろしくお願いします。ない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 。鳥を飾るゲストは、ヒデさんの最も慕う先輩、極楽とんぼの山本圭一さん。とっておきのお店らしいんですが、一体どこにお店があるんでしょうか。じゃあ私だけこちら、こちら、はい、はい、どうぞ、はい、終わりだぜ、はい、いらっしゃいませ。ね、カウンターのみでございます。あらー、ちょっと待ってください。え、ここヒデの行きつけ？そうなんでございます。よくしていただいてて。ヒデさん自慢のお店。完全予約制の創作料理レストランゴミ亭。27歳の若きシェフが今年オープン。タイやイタリアのエッセンスを加えたメニューが食通をうならせる大注目のお店。この後絶品料理の数々に。うまいね。ありがとうございます。オリーブオイルでこうね。はい。そして空白の10年間に山本さんがヒデさんに送ったものとは。これ送られて俺呪いって字に見えたの最初。あの人はやっぱりお笑いに長けてるよね。いや正直そうです。ペナルティヒデの滑っちゃいけない芸人ご飯。大トリは極楽とんぼ山本圭一さん。今日もありがとうございます。どうぞどうぞ。特番で。特番ですよ。なんかこう何箇所行ってるの。3箇所目です。3箇所目、はい、だこういう料理屋をこうバンバンバンって3箇所。3つ目です。めちゃめちゃ制作費あるじゃないですか。BS 吉本ないから1日でなんですよ。ないからじゃないですよ。私だって BS 吉本ちょっとやらせてもらったりしてますよ。いや聞いてますよ。なんかあのあズブズブ麻雀番組って。ズブズブ麻雀番組あれ知ってますか。いや俺聞きましたよ金光に。ええ、なんてギャラ3000円だって。そうです、一律3000円でみんなやってるんですよ。丸1個出しますからこっちは。いやいや、そんなにあるの。何その。私はもうその3000円で入ってるから BS 吉本さんでやるときは全部3000円だと思ってます。やめろやめろやめろ本当にもう。その代わり上も食わせていただきます。いやそういうことでございます。だからここなんですよ。失礼します。え、あー来た。何ですか。こちらからお好みの、箸置きを選んでいただいて。何ですかその人を試すような。人間国宝になった方の作品が混ざってます。分かりやすい。それ選んでもらえますか。それをお願いします。好きなものを。これがタラントパワーじゃん。山さんお願いします。この、カレーかな。ああもうこのね、うん、どうでしょう。すいません違います。でこちらですよ。季節的にこ の, はい、この時期はこれですよね。そうです、大正解です。当たったの。はい、外せーや。すいません、まずちょっとすいません、あのご結婚本当。いや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 、まあ、結婚っていうのはさ人生一回はあの必ずするんじゃないかってずっと私も思ったまま、ただ時が経って54歳、はい、去年ねなった時にまあたまたまお相手が見つかったというか、それが54歳の時だったっていう、はいはいはい、ただそれだけの話ですから。で僕の、まあ結婚式の時は、うん、山さんがなんか謎の空白の10年があって。謎じゃないよ、もう空白の10年ね。宮崎にいた時代だったから ね、うん、で、まあ、宮崎にも行かしてもらいましたよ、うんうん、そうだね、うん、こいつ反省してねえなってちょっと思ったんですけど。してないですよね。反省をしてるしてないじゃなしに、やっぱり誰か後輩が来るとかいう時はやっぱりより何も変わってないかのようなおもてなしをするのが気を使わせられないでしょ。もう誰もいない時は落ち込んで、もうずっと私はもう座禅を組んでる毎日ですよ、人の一人の時は。だけど誰かが来るんだなっていう時はやっぱりより普通のあの時接してた自分で
迎え入れてあげないといけないっていう気持ちでいつもやってましたから、まあ、その期間があったからね。あったから、うん、で僕どうしても今日お見せしたいものがあって、ちょっとね僕が結婚した時に、まあ、やっぱりいろんな先輩がご祝儀とかくれたんですよ。今日持ってきたんですよ。え、俺何したっけ。全然覚えてない。え、これが山さんからもうね、茶封筒に、まあ、祝い、まあね、味がある。なんとなく透けてるけども大丈夫か。金額じゃないんです。これ見て俺ね、俺これ送られてる、俺呪いって字に見えたの最初。日常生活でこのくしゃくしゃ感出ますか。もう怨念的な。まあ2006年からお休みして、はい、で2007年にこういうことができる、やっぱりあの人はやっぱりお笑いに長けてるよね。いや俺も正直そうですよ。素晴らしいよね。え、今だからこそそうですよ。本当やっぱすごいですよ。だからそれをその時の気持ちを忘れるなっていう。あ、いや、おっしゃる通り、もう忘れないです。もう俺がね、本当本当ですよ。俺が、ね、本当ですよ。あらららら、大将、これは失礼します。何ですか。前菜がカツオのカルパッチョと低温調理したレバーの冷製です。山本さんがちょっとお好きだっていうのを見たので、はい、それで用意させていただきました。ちょっとこれになった。そうそうそう、そういうことなんですよ。そうでしょ、本当にそういう人なんです。大将、ちょっとカルマ、俺これ写真撮っとくわ。もう俺もう俺山さんと何撮ったかちょっともう嬉しくて。広島県のカモイズミ。ほら、おいおいおい、カモイズミ。カモね、カモ知らねえだろ。知ってる。とりあえずカモ部、はい、ここはもう日本酒の、やっぱ日本酒祭りがあるぐらいのとこだから。最上で、あのそれがね、日本の中でも日本酒祭りがまあ一にはあるそうで盛り上がってる。本当ね、こういうエピソード本当いつも話してるし、ね、これそのまま僕も使わせてもらってることが多いですよ。うん、行きましょうか。はい、うわ、これはこれはね、飲みやすいね。はい、そうじゃないか、はい、ちゃん。うまいね。ありがとうございます。オリーブオイルでこうね。そうです、はい、うん。癖が全くないですね。本当今朝届きたての気仙沼の戻りガツオ。気仙沼の戻りガツオ。はい。東京の五反田に戻ってきて。すごいよね。すっかり上機嫌の山本さんですが、一つ不満が。俺ね、違う、今日ね、実はここ来るのも、はい、あの西野に送ってきてもらったんです。あ、そうなんですか。で、奥さんにね、送ってきてもらって、で場所を全部あのナビ入れて、はい、で来て、その坂を降りてきたとこにどう見たって店らしい店がないから。ないですね。やられたと思って。このタイミングで俺がちょっと降りてキョロキョロして、俺カメラ探したもん。さすがです。あ、これもう始まってんなと。BS 吉本もこういうのをやりだしたんだと。もしかしたら東野さんがモニタリングしてると。俺ちょっと大きめな声で、はい、どこかなーって言ってたけど誰もいないから、これいよいよ違うなと思ってお前に電話したと、はい。そういうことですね。そしたらもう移動しますって言うから、あ、違うんだ。そうなんです。なんだこれ、どこなんだってちょっと応急で。具材の場所ですもんね。どっかね、隠しでマイクがあったら拾えるような声で言ったんだけど、はい、違ったんだね。そしたらこんな隠れ家的なね。いや、こうじゃないかな。で、結構僕はそういうお店連れてってもらってたから、うん、これが恩返しとは言わないですけど、うん、やっぱりちょっと、お、ヒデ、お前もなんか大人になったなとか、ああ、で安心してもらいたいっていうのもちょっとあって、うん、ここにしました。次はウツアーランドです。何を？お次が、スープなんですけど、うん、祖母のお家が桃園って器の商人さんのお家で、その一部として器があって、この中からお好みのものを選んでいただいて。私もこれ。さすが。これももしよかったら開けていただいて。え、
小学校にこれは雲みたいなこれでもいいの？それでも、はい、これでもいいんだったらもうこれにしますよ。紐あるしね、なんか買い取るし、うわー、なんか高貴な香りしますよ。これで、いや、そうだろうね。そうなるんですよね。山さん来ましたよ。失礼します。ラー油が回ってますけど。タイのカーっていう生姜を使ったポタージュスープ、冷製のポタージュスープです。あら。で、スプーンでぜひ召し上がってください。絶対うまいやつやん。そういうことです。絶対うまいじゃん。可愛いでしょうちのボス。うま。可愛いね。ありがとうございます。ね。可愛い顔してたね。いや。うん。ちょっと台風の、ね、そうですね。美味しいですね。ちょっとね。はい。母が秋田県の能代市の出身なんですけど、うん、そこの菊水酒造という酒蔵のお酒です。よいしょ。このよいしょ。この夏に。あのここの酒蔵に自分で見学しに行って、自分でちゃんと見てきた特別な美味しいお酒です。すいません、あ、すいません、また違うんですね。どうですか。いや、これもやっぱり料理に合うね。料理に合ってるこのものに対して、はい、ちょっとこの台風なものにもちょっとこの絡めてピリッとくるけれど、それがうまいこと中和される。はい、そうですね。ここで話題は山本さんの新婚生活に。インスタとかでも拝見してますけど、なんか楽しい感じでね、うん、どうですか、やっぱまた違う楽しさみたいのがありますか。あの、ね、まあ興味深くて31個下じゃん、31個下で、まあ、言ったら向こうの親父さんが俺の6個下なの。だからまあヒデよりも下よ。お父さん僕より下なんすか。でお母さんも3つ下だからお前の1個上よ。はい、そういう向こうのご両親、ええ、のとこに俺は。どんな感じなんですか。俺絶対嫌だけどね。山さん知ってるから全然いいですけど、知らなかったら勝手なイメージだけで、まずお笑い芸人、まあハードルあるじゃないですか1個ね。ほんで山さん好きだから言いますよ、山本ってなりますよ。だけど向こうのねお母さんがまず一番最初の時になんかそんな、まあいろいろ俺とこうやり取りじゃない、電話をしたりいろいろしてる時に、お母さんがもう普通に山本いいじゃん。うわ最高。山本いいじゃん、面白いみたいなお母さん。いや山本いいじゃん、素敵、可愛いみたいなお母さん で、まあ、で心配もあるけどね。お父さんはお父さんで、いや山本さん全然俺もう見てたし、やべえな、ちょっとやべえやべえ親なんじゃないですか。見てたし全然いいじゃんみたいな、そういうお父さん。お父さん、いやいいしで、ね、でお母さん、いや山本いいじゃん、チャレ、そうそう、だけど見た目は全然チャラくない。静岡県の伊東市 で、ね、お父さんはお父さんで16か中学卒業してからずっと魚の市場で競りをやってるようなお父さんで、ずっと給料16の時から変わらないのよ。でもすごい16から給料変わらない、変わらないって。俺だったら辞めてますもん。だから頭悪いかもしれない。いやそうね、言ったらよかったです、身内が言ってくれて。頭悪いです。で俺が着てる服とかをもう段ボールで10箱ぐらいもう持ってってください、持ってって、喜んじゃって。西野の弟もまた21の子と高校3年生を買って、はい、俺の服取り合い。いやそれで俺はハートをがっちり掴む。いや掴まれるわ。こんな子大事にしなきゃダメ、もう幸せにしなきゃダメと思いますよね。まあ今だから言いますけども、僕が山さんにもらった服全部捨てましたもんね、うん、俺見つかりましたけど、ね、捨てない、全部捨てましたよ。着れませんもん、ダボダボの。僕まあ奥さん見て、まあ、僕も仕事させてもらいましたけど、まああのこの
ご両親だったら、うん、まあそりゃそうだよな。でもね、それはね、でかかったね。いや、ちゃんとしてますよ。多分もしお会いした時にもう、もうダメ、もう本当いい加減にしてくださいみたいな感じになればいいけど、もう逆にそれに救われた。そうだと思います。だから素敵だ。この間もうちにね、向こうのお母さん来て3人で、俺ベロベロで酔っ払って帰ってきて、で向こうは2人でベッドで寝てるとこに俺入ってきた。面白いでしょ。はい、3人で寝る。3人で寝て、素敵やね。そんな感じかな。でよく考えたらそれ3人で寝るって言うけど、まあ6個下のお母さんと俺と西野だから、まあ娘と3人で寝る。連帯だわ。気持ちが悪い。絶対嫌だ俺だったっていうか。まあそうですね。でもこんだけ年齢差があったらやっぱりちょっとこうジェネレーションギャップとか、まあなんか何ですか、お悩みじゃないですけど、ジェネレーションギャップがないって言ったら嘘になるけど、あの生活してる時はぶっちゃけそんなに感じないの。ただ付き合ってる当時に、はい、で西野が、AKB でいう14期で、14期の子ばっかりが集まってでカラオケしようっつって俺連れてかれたことある。おじさんもお金で、お金ならスポンサーだ。いやもう本当地獄のような、地獄でしょうね。14期4人5人が曲全部回して、で俺のこと K って言うから、K もなんか歌っ て, っ て, って、いや K K 歌って歌ってっつって、チーム K みたいに言われてるわ。 K 歌ってっていうことによって周りの14期の子たち、岡田奈々ちゃんもそうだし小島真子ちゃんとか知らないでしょ。知らない。その子たちも K K って言うんだよ、うん、K 歌って歌ってっつって、俺何歌ってやろうか、なんか今に、なんか今の子たちに合わしちゃいかんと思って、それはお前尾崎豊かの誰が分かるか、15の夜を熱唱したよ。もうその俺が歌ってる間みんな電木に、そうでしょうね。次の曲と飲み物頼む、歌って歌ってっていう割にはもう電木取り合い。だから俺は熱唱。逆に面白いの今それが。はいはい、その息ですよね。めっちゃ面白い今だから言える、その、うん、な奥さんのね、その良さというか、どこが決めてですか。ね、僕はもうあってなるほどな思いましたけど、飾らなくていい。飾らなくて、で逆に飾ってる俺が嫌いみたいな。それを受け入れてくれるんでね。で向こうのお父さんお母さんを見てても実はそうで、はい、なんかお母さんがお母さんでお父さんのなんかもうあの汚い部分も全部受け入れられるようなお母さんだから、はいはいはい、その教育を受けてるから、教育って見てそれが面白いと思ってるから、あーなるほど、逆になんかこうカッコつけられるのが嫌だ。なるほどね。うわ来たよ、これ大将。牛ホホの赤ワイン煮に、抹茶とチーズのトーストと一緒にご用意してます。合うんですかそんなの。抹茶とチーズがよく合う。聞いたことないよ、抹茶とチーズ、ね、別物ですよ。この料理にはイタリアの赤ワインを合わせます。いやこれ好きかもしれない。ここまで重くないんです ね, ね、うん、そうですね。お肉が多分トーンってくる感じだから、あーもうそうです。だってこれどう、どういうこと、イタリアンに近いってこと。イタリアンみたいな。あれ、あーやわら、うん、ちゃんと肉肉しさもあるんですね、うん、僕の本当に当時若手の時は本当に1ヶ月のうち20日山さん食わしてもらってた時期ありましたよ。本当夜中の1時だろうが2時だろうが、はい、電話してくる、来てたよな、はい、ヒデはさ、あの自分家で野菜を育てたじゃん。家庭菜園で。よう覚えてます。自分家でネギ。金がなくてね。あの自分家でよ。水耕栽培みたいなやったんですよ。要はこうスポンジに水溜めて
あの種とか残った、まあ、今で言うだから豆苗な、豆苗とか、豆苗とかやってるの、人参とか、もう金なくて、で借金するの嫌で、なあ、はい、いろんな食材もなんかジップロックみたいなの入れとか、やってました、やってました、冷凍にしていろいろしてたじゃん、はい、すげえなと思ったもん。逆にその時売れる気ないなと思ったのよ。いやだから僕はバイトするんだったら、そう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 、ネタ考えた後先輩と一緒にいた方が勉強になる、うん、フットワークもな軽くしてって、はい、バイトしないもんな、一切してないです僕、まあ、そこだから食べられなかったんで、うん、本当に誘ってもらうのありがたかったし、脇田もバイトしてないし、あいつでもほら借金した、そう脇田もバイトしてなくて、そこから言ったら借金して、で、あのブラックになったじゃん、はい、ブラックになった、はい、それもだからすごいのよ、そうなんですよ、私僕しなかったですね、で山さんが入院した時も僕は、うん、その慶応病院に入院した時も皆勤賞もう毎日行きました、うん、あれが2001年かなんかその辺よ、で俺が肝機能障害で慶応病院に入院して、はい、で、ヒデに毎日のように来て来ました、来てたな、ほんで入院する部屋がな、これがすごかったですよ、これはね、1泊6万円の部屋、石原裕次郎さんが、石原裕次郎さんですよ、最後までおられたって言われたところに1泊6万円でな、でそこでな、ままヒデ毎日のように来て、で吉本さんにこれって入院費とか、それってです吉本興業さんで どれぐらいか面倒見ていただけるんですかって、当時のマネージャーに言ったら、正直な話、なんか骨を折ったとか、なんか怪我をしたんだったら、その局に対して賠償ができますけど、山本さんみたいに内臓を悪くして入院したのは、どこの局にどのように請求したらいいかわからないので、無理ですって言われて、ちょっと待ってください。これ一泊6万円の…あなたが不摂生で起こしたんじゃないみたいな感じでしたよね。不摂生で、お酒を飲んだり、はい、遊び回ったりしてそうなってるんじゃないかと、はい、じゃあ分かったと、じゃあ俺は伝説作ると、入院してて入院費を全部博打で返してやるっつってね、その通りですな、でその博打を、まあ、競馬で買いに行ったのが私なんですけども、1日ですよ、100万単位で買うんですよ、まあ日曜日調子がいい時は200万とか、まあ、有馬記念の時でした、でこれをひでちょっとお金下ろして、いやそうカードをもらうのもあるし、そのまあね暗証番号聞いてこう下ろして、それをね持ってくんですよ、こうそれ怖くて、僕原付乗ってて、もう股間に入れてね、そうだな、原チャリでな、100万円とかよ、一点買いなのよこの人、頭おかしくない、いやそれもうあれもう今でも思い出すのが、ちゃんとしたメインレースはやっぱりいろんな馬が走って分かりづらい、まあ、まあそうですね、だからガチガチのね硬いやつね、どうせ同じレースをやるんだったら俺だけの G1 だっつって、障害レースの6頭立てとかレースで絞りやすいな、もう 2.1 倍みたいなやつで、それを買ってこいって行くんですよ、買いますよこんなもん、最初はペライチですね、で競馬見るじゃないですか、見事に外すんです、でその時ね初めてこの山さんってわーっとこう気丈に振る舞う人が、クリスマスの日の、いまだに覚えてます、この夜景向こうにね新宿副都心がバーってどん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 ビルが建ってる高層のこの摩天楼を見ながら、日で俺死ぬのかなって初めて、その時背中ちっちゃく見えるんです、未だに忘れないです、あれはもう退院の日だったんですね、いやまあそんなもん経て今があって、マッチュマでございますよ山さん、うん、これだけはちゃんと言いたかったの、本当は僕今の自分がね、本当に山さんのおかげです、芸人はおかげじゃないの、これはもうヒデの力です、ヒデが自分で培ってきたものそれを出した、それだけのものだ、私はもうね、BS 吉本さんがね、ヒデとレギュラーをもらってこういう番組ができるなら
もうギャラ3000円もいりません。いやいや3000円もいりませんよ。だって毎回ねこうやって美味しいものを食べさせていただいて6000円だったんですか。断る理由は何もない。簡単だね青江、やりましょう。本当に今日はありがとうございます。いやいや山さん本当これからもよろしくお願いします。すいませんです。ペナルティヒデの滑っちゃいけない芸人ご飯いかがでしたか。気の合う仲間と差し飲みで語らうヒデさんのわがまま特番、また機会があればお会いしましょう。